家臣を盗めは山田正樹による日本の小説。この小説は、暴殺のチェスゲームを発表した翌年に、同じ出版社で続けて書き下ろした作品である。何人もの情報機関員が暗躍する国際暴略小説としての一面もあるが、凄腕のスパイですら潜入に失敗した、警戒厳重な原子力発電所を日本人サラリーマンたちが奇抜なアイディアを持って、 攻略する物語終盤のシーンが見どころである。後に左京形の作画による劇画も描かれた。この作品を書くにあたって山田は缶詰になって執筆しなければならないことになったが、その際に出版社の廊下に缶詰という羽目になってしまったという。そんな状況に陥った理由の一つは特注して作った原子力発電所の模型が大きすぎて、 ホテルに持ち込めなかったということもあった。出版社の廊下に机を置いて仕事をし、夜は週刊誌の記者たちが編集室に泊まる時に使うベッドで寝るという生活が続き、そんな様子を各フロアの編集者たちが見物に来たという、中国との国境に近い場所に作られたインドの原子力発電所、カシに爆弾が仕掛けられた。 極右派の CIA 破壊工作員たちによる暴走だったが、その秘密を知った日本のサラリーマン、工藤氏は生命の危機にさらされる。自らの身を守るため、工藤は会社を巻き込み爆弾を撤去する作戦を決行する。作戦に参加するのは一人を除いて無能者の落印を押された平凡なサラリーマンたち。CIA の諜報部員を敵に回して荒ごとには 不向きな素人たちが、警戒厳重な原子力発電所へと潜入する、危険な作戦が開始された。左京警察画による、劇画作品。基本的なストーリーは、原作と同じだが、結末が若干変更されている。春木文庫版の後書きより、ありがとうございます。